皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。そばです。さあ、絶体絶命都市4プラスサマーメモリーズ、続きをプレイしていきたいと思います。お願いします。おお、なんだ軽いな。軽く流された。うん、そうね。まあそんぐらいの感じでいかないと持たないからな、体力が。お願いします。さて、成り上がりに行こうぜ。ウェイ。あ、あいついるじゃん。来てくれって言ってたんだよな。だぜ。おお、さっきはありがとう。さっきの水の話をしたら、ぜひいただきたいっていう人がいてね。そろそろ来ると思うんだけど。勝手に広げんなよ。やめろよ、ネズミコミティじゃねえか。おうおうおう。妻を思う中年男性、奇跡の水を持っている人っていうのは君のことかい？そうです、私です。ああ、そうなんだよ。うちの子の具合があっという間に良くなってね。実はうちの妻が今朝から辛そうにしていてね、少し譲ってもらえないかな。うん、水を分けてあげよう。快諾する。欲しいというなら構わないけど、と反対しない。奇跡の水の噂が広まるぞ、と北斎む。ごめんなさい、もうないんです、断る。軽まあまあ下から2番目でしょうね。ああ、北総 M だろうな。ああ、これは金儲けしないわけにはいかないだろ。そうだ、奇跡の水で一攫千金だ。怪しく、もう雲行き怪しくなったらとんずらするだけだ。そうだ、水がないため渡せなかった。そうか、残念だな。あ、なんとかして水をあげてやってくれないかな。水を汲みに行こう。仕方ないですね。ちょっと水の場所は教えられないんですけどね。でもあんなところ誰でも気づくだろ。あ、ごめん。飲もうとは思わねえんだな。まあな。いや、なんかトイレの水とかでいいんじゃない？まあ気持ちの問題だと思いますけどね。どんな水でも。うん。聖水って言うじゃん、よくプレイの一環で。ああ、そうですね。それはちょっと違うけどね。違った？うん、その多分聖水は人間の体から出てるものなんで。うん、聖水だろ。聖なる水と書いて聖水だ。ああ、そう、まあその聖水だったら俺だって出せる。お待たせ。お待たせ。おお、帰ってきてくれたのか。それで水は手に入ったのかい？おお、この色、まさにさっきもらった奇跡の水だよ。色やべえんだ。色やべえんだな。ありがとう、これで少しは良くなるといいんだが。早いな、もう帰ってきたのかい。君、本当にありがとう。妻が少し元気になったよ。奇跡の水だなんて信じちゃいなかったが。わらですよ。わらにもすがるをもんだね。はい。よかったよ、本当に。ぐす。犬を亡くして妻は元気がなくてね。それで体調も崩して、そんな彼女を見ているのが辛くて。今は元気になってくれただけで嬉しいよ。本当にありがとう。本当に奇跡の水なんじゃないかい？すごいよ。すみません。おっと、君にお客さんかな？水が半分に減った。話し声が聞こえたんですけど、奇跡の水って。ああ、そうなんだよ。この人から水をもらったらみんな元気ですね。こいつが気持ちよくなっちゃってんじゃん。マジかよ。私の彼、喉が弱くて。水をいただきたいんですけど。あの水飲んだら余計悪くなりそうだけどね、喉に関しては。なんだかよく聞く水みたいだし、お礼はさせていただきますから。お礼だと？おっと、水は分けますがお礼はいれません。それじゃあ代わりに食料をください。それじゃあ代わりに少しだけ治療費をください。それじゃあ代わりに相応の治療費をください。かっこ高額な。これどうだ？言っていいのか？言っていいか？行くか？はい。それじゃあ代わりに相応の治療費をください。ちろん結構です。わお。ね、でも1万か。すいません。使えよ、カットせず使えよ。なんでだよ。カットするよ、そりゃ。カットするっつうか、もうこの会話した時点でカットしづらくなるんだから。やめろよ。カットせず使えよとか言うの。あっ。うお、すげえ行列。やべえやべえ。彼の喉の具合が、あ、これあれか。はいはいはい。あ、ええ。しかも飛ばしちゃった。すいませんね。すいません。ちょっと。鼻水がちょっとすいません、ちょっと1回だけちょっとごめんなさい、これカットしますんで、鼻水はさすがに。はい、じゃあ張り切ってどうぞ。彼最近私にきつく当たっていたのを謝ってくれたんです。これも奇跡の力なんでしょうか。ああ、もうがむしゃらになっちゃってる。とにかくありがとうございました。いやいや、まあ小学生の演劇でももうちょっとマシだから。張り切ってって言うから。あ、すいません。おおすげえ、本当に奇跡の水だ。あいつ、いや、あのお方は一体何者なんだ。なんだか噂が広まっちゃったみたいだね。次は俺に水をくれ。いや、次は私よ。水がなくなった。え、マジ？ちょっと水汲みに行こうかな、もう一回。ああ、汲みに行った方がいいね。お、これボロ儲けだぜ。これはもう本当にね、みんなに言いたい。病は気からということです。病は気からですか。え、確かにプラシーボが働いてます。これを飲めば治るというプラシーボ効果が働いてます。ねえ、絶対そうだわ。俺にも奇跡の水を譲ってくれよ。お礼は弾むからよ。いや、私に奇跡の水は譲ってちょうだい。私の方がすごいお礼を用意するわ。どちらに水を譲ろう。すごいお礼かな。これはやっぱりすごいお礼だよな。水は沸きますが、お礼はいりません。それじゃあ食料ください。それじゃあ少しだけ治療費をください。それじゃあ相応の治療費をください。それじゃあ代わりに南国リゾートへの旅行券をください。それじゃあ代わりにクルーザーを買ってください。これはギャグだろ。それじゃあ代わりにあなたの不動産の権利書をください。不動産かな。いやー、じゃあ一番下ちょっとふっかけてみるか。うん。それじゃあ代わりにあなたの不動産の権利書をください。もちろんです。とにかく奇跡の水をください。マジか、こいつらやべえな。アパート手に入れたぞ。うわっ、知ったこっちゃないね。あのね、性善説だけじゃ生きていけん。まあそうだな。ありがとうございます。奇跡の水のおかげで体調が良くなりました。おお、間違いないな。あれは奇跡の水だよ。この避難所についに救いが。ああ、あのお方は救世主様だ。うん、鶏小屋の裏にね。ああ、それを企業秘密なんでね。私もあの方からお水をもらいたいわ。次は私たちの願いを叶えてください。水がなくなった。おい、町会長さんだぞ。マジかよ。ほんとだ。なんだってグランドなんかに。まさかあの人も奇跡の水を求めて。やべえ、バレたか。やべえ。まあちょっと水をね、一回水を汲みに行こうかな。往復なんだよ。ポケモンセンターとの往復だから。いやー、これ同じ絵しかねえな。悪いな、みんな。町会長。いや、まだまだ話始まったばっかりだから。こんばんは。あなたが奇跡の水を分け与えているという方ですか？お願いです。あなたの奇跡の水の力で孫を救っていただけないでしょうか？避難生活で持病が悪化してしまって。もちろんお礼は何なりとさせていただきます。どうか体育館にお越しください。それではよろしくお願いします。聞き申した。すげえ、あいつも偉そうにしている町会長があんなに丁寧に。俺、この避難所に来てよかったよ。確かにその通りだよ。いろんな奇跡が起きるのを見てしまった。みんなにこの話を伝えないとな。体育館に行こう。ああ。入るなって言われたんだけど、そうなんだな。さっき入るなって言われたんで入れないっすね。意地悪、性格悪。いけねっすわ。ああ、もうダメだ。なんかこっから入れないっすわっつって。あなたが統治してるこの町の人にって入るなって言われたんで。いけないっすねっつって。いけっすわ。町会長はどこだ？なんか町会長だからいいとこにいるんじゃない？あ、いるじゃん。これじゃん。町会長。さあさあ、ステージにどうぞ。え、もしかして、もしかしていいんですか？もしかしてだけど。もしかしてだけど。お、ボイス好きだぞ。やっとだよ、ボイス。ランドセル貫通してるぞ、ソファを。それでは早速ですが、こいつこんなグラサンしてたのかよ。お礼は何なりとお申し付けください。ほう。水は分けますがお礼はいりません。それじゃあ食料をください。それじゃあ少しだけ治療費をください。それじゃあ相応の治療費をください。それじゃあ南国リゾートへの旅行券をください。それじゃあ、クルーザーを買ってください。それじゃあ、あなたの不動産の権利書をください。それじゃあ、このゲームのタイトルを変更してください。それじゃあ、今すぐエンディングを始めてください。これ、終わるの？終わらせられんのか、ここで。エンディングってこのストーリーのエンディングかな？それともゲームのエンディングかな？ゲーム終わっちゃうのかな、これで。じゃあ、不動産もらうかな。ああ、そうだな。クルーザーとかいらないしね、南国リゾートも別に行かないしね。こんな状況でね、やっぱ重要なのはね、お金ですよね。じゃあ、権利書もらおうかな。それじゃあ、あなたの不動産の権利書をください。しゃべり方がとにかく水を。悪役。マンション。総資産1億円以上。やったね。ありがとうございます。孫の容体が落ち着きました。私も、私の家族にも、奇跡の水を。私が先よ。皆さん、落ち着いて。見たところ、奇跡の水はなくなってしまっているようだ。ここは少し休憩をして、また奇跡の水を貯めておいていただきましょう。これでもあれだよな、なんか後つけられたら終わりなんだよな。でもつけてきそうだけどね。なんだ、カップヌードルのリュックだ。40。ランドセル。ランドセル短い命だったな。ランドセル可愛かったのに、まあ、これもこれで結構可愛いよ。なんかカップヌードル、なんかスポンサーかなんかなのかな。確かに普通に出ちゃってるしな。ちょっとなんか心が痛くなってきたな。これ所持金増えてんのかな。見て見て。ああ、3000万から変わってないわ。まあでもお金じゃないからね、権利書だから資産みたいなもん。まあそうか。あ、やばい、ムービー始まっちゃう。やべえ。奇跡の水か。飲むのか。みんなを騙している後ろめたさを感じつつ、ただの水を汲む。みんなに見つからないように奇跡の水を汲む。奇跡の水様々だなと北総園にただの水を汲む。うん、さりげなくただの水を汲むふりをして奇跡の水を汲む。どういうこと？え、どっちなんだろう。一番下でいいのかな。水を汲むふりをして奇跡の水を汲む。どういうこと？どういうことなんだろうこれ。何を、本当に奇跡の水があるってこと？なんなんね、別の水源から汲むってこと？ただ、え、わかんない。奇跡の水汲んどいた方がいいんじゃない？ねえ、じゃあ一番下にしとこうか。うん、怖いよね。うん。色が、こんなところで何してるんですか？ああ、ダニエル、違う、なんだっけ、ダニもうやめましょう。ダニ、乳首立ってるよ。おい、今の話聞いたぞ。やべえ、おいみんな来てくれ。いやー、見つからない方が正解だったか。いやー、これでもムービーだから何やってもこれはなるんじゃない？ああ、そうかそうか。やべえ、囲まれた。やばいことになってる。だって奇跡の水ってうちらから言い出してないし。そうだよな。うん、欲しいならこれちょうだいって言ったらくれただけだからね。えいいじゃん、実際それで助かってんだからいいじゃん。そうだよな。やべえ、これちょっと待って、これさ SE がうるさすぎてキャラクターのボイスが全然聞こえなかったんだけど、みんな聞こえるかな？うん、いいよいいよ、大丈夫大丈夫か。すみません、言い出せなかったんですと正直に謝る。うん、だからただの水だって言ったのにと戸惑う。おだてられて気持ちよくなってねと悪びれず笑う。けっ、騙されるやつが悪いんだよと悪態をつく。信じてください。これが奇跡の水なんですと嘘を貫く。この人に脅されて無理やりと涙目でダニーを刺す。いや、どうしよう。騙されるやつが悪いんじゃない？いや、でも、ただの水だって言ったのにって。ああ、奇跡の水なんですって逆にもう貫き通すか。いやー、意味ないと思うよ。意味ないか。じゃあもう最後まで悪態つくか。あ、だから。ああ、そう、こっちだな。だからただの水だって言ったのに。こっちからは奇跡の水だって生み出してねえから。やべえ。やべえ。お、一緒にいて、いて。結構なサイズ、結構な大きさだぞあれ。俺人間食う。いや、なんでもののけ姫なんだ、うん、あれほど慕ってくれた人々は今や鬼のような形相で石を投げつけてくる。投げ返せ。一体どこで間違えてしまったんだろう。どうして痛いよ。泣いているのだろうか。まあそりゃそうだろう。ああ、この日のうちにはいられなさそうだ。まあそうだな。何との思い出をかみしめながら逃げ出す。いいおばあさんとの思い出をかみしめながら逃げ出す。奇跡の水で得た経験をかみしめながら逃げ出す。思い出なんかあったっけと思いながら逃げ出す。何の未練もないすがすがしい気持ちで逃げ出す。まあまあ未練はないよね。そうね、お金得られたし。じゃあ一番下ですかね。まあ本当にかみしめるほどの思い出もないんだよな。次はどこに行くのかな。何でか学校から逃げ出すことができた。城から怒号が聞こえた。ペテンシー、二度と来るんじゃねえぞ。田中からにつけ込んで最低や。振り返ってみたが、どうやら追ってくることはないようだ。ちょっと隣を見ると、一緒に逃げていたはずのダニーがいなくなってる。うわー、間抜けめ。はい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 。ダニーとはぐれた僕は早朝の口なし町を一人歩き出した。でもやっぱ、あれなんだね。なんか、投石が飛び火学を後にして開けてくる空を見たんから歩いた。たどり着いた場所は一面焼け野原だった。やっぱ、ね、なんか、生活が苦しくなると宗教を流行り出すみたいな感覚なんだろうな。ああ、そうかもしんないな。うん。やっぱなんか、ね、心のどっかでなんかやっぱ、そういう神とか仏にすがりたくなるんだろうな。都合よくな。確かに。人間の弱い部分だぜ。あれもしかしたら、なんか回避できる選択肢があったのかもしんないな。なくない？いやなんかほら、人目につかないようにみたいな、あったじゃない。ないか。あ、なんだ？赤いエプロン、目立つね。ん？おばあちゃん。あまり見ない顔だね。見ての通り、ここには何もないよ。地震が発生した直後からずっと燃えてたからね。マジかよ。この数時間前にようやく鎮火して、入れるようになったばかり。ずっと燃えてたもんな、空の向こう側な。燃えちゃったよ。うわぁ。ああ、赤かったもんね。これはひどいとまずつぶやく。返す言葉なく絶句する。あまりの光景に胸が痛み、溢れる涙が止まらない。で、もう少し早く来れば燃えてるところが見られたのに。これは悪人すぎるだろ。放火魔の考え方だ。まあちょっとじゃあ、ここではちょっと善人ムーブかまそうかな。あまりの光景に胸が痛み、溢れる涙が止まらない。あ、嘘だろ、こいつ。わかっただろう。こんなところにいても何もないんだよ。よそに行った方がいいよ。いや、僕は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら、いろんな光景を目に焼き付けておきたいから。はい。僕にも皆さんのためにできることがあるはずだから。商売の種が見つかるかもしれないから。大怪我をした友達を探さなければならないから。ああ、ダニーがいるかもしれないってこと？ダニー、もう関係ない人じゃない？もうパート変わったよね、多分ね。うん、ついてこない限りは結構その場限りだよね。うん。どうしよっかな。皆さんのためにもだな。そうか。うん。ここではそういうキャラでいこう。そうですね。さっきちょっとやったからな。皆さんのためにできることがあるはずだから。そうかい。それならお前さんの気が済むようにやりなさい。いい人そう、この人。ね、ちょっとこの人は裏切らないようにしようぜ。さっき散々荒稼ぎしたからよ。もう15今更もらったところで、さっき152回もらってるからな。まあまあまあ。いいだろう、いいだろう。あ、これ熊沢いるんじゃねえか、これ。スーパーだからどうなの？ああ、違うか。まあまあ、じゃあ、ショーが変わったところで。うん。はい、新しい町に着いたということでね、ここで一旦動画を終わりたいと思います。はい。なんか知ってるキャラ出てくるかな、この町で。来なくないか。来ないか。知ってるキャラって言うとそんないないだろう。いないか。まあまあ楽しみにしといてくださいよ皆さん。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、セーブする前にいいですか。はい。トイレマークがやばいっす。赤くなってる。あ、トイレない？こんなところまで黒焦げ。あ、喋りかけてる場合じゃねえだろ。あ、そうだ。トイレ探せよ。なんだよ。トイレ探すために終了打ち歩き出してるのに何話か。すいませんすいません、そんなにねそんな怒らないでくださいよ。なんなん。ああトイレねえのか。あちょっと待っていろいろ調べたいけどここは違うもんね、搬入口だもんね。あああの小学校にいっぱいトイレあったのに。いや確かに。でもなんか奇跡の水のあれが面白くなってきちゃってね。ここにはねえな。うん、あそこ川があるけど。えいや川でできたことないだろ。というわけで皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。